皆さんこんこにちはホワイトベースの二宮ですすいいつもありがとうございます、はいえー、と実を言うとですねもう気づいてらっしゃる方は気づいてらっしゃると思うんですけども、えー、当店で私がオリジナルで、えー、販売させていただいているです、ねえー、製作して販売しているスワットライダースパンツの、えー、レディースサイズをですね、えー、受注生産、まあ、いつも受注生産なんですけど、あのー、させていただくことになりました。はい カラーはブラックのみです。というのはあの今、ここにある鴨柄はここにあるんですけども、鴨柄はちょっと在庫残ってるんですね。なのでえ、ブラックのみの受注生産をですね、再度させていただくことになりました。え全サイズやります、メンズももちろんありますし、えーまあ、前回と同じデザインになっちゃうんですけど、あるんですけども、レディースサイズをですね、新たに出します。であの 内部的な話をするとですね、最低50本売れないとですね、えー、あの増産生産にこぎつけないので、50本にいかなかった分はですね、私が自腹で在庫を持つことになってしまいますので、えー、もし可能であればですね、集 <laughs> 中していただけると非常にこう助かる限りでございます。はい、で、まあちょっとねあの、ただで頼むというのもね、あのまあ、なんていうんですかね、あのまあ、なんとかがよすぎると思うので、 あのこ,のここにはポッカレモンっていうのがあるんですよこれはレモン汁100%ですねはいあのこれ調味料コーナーにあるやつで決して飲み物ではないんですけどこれを飲みます、はい、これを飲むので、はい、ぜひいい皆さん注文してくれると嬉しいなではチャレンジポッカレモン100、えー、一気飲みします 別普通にいけたわ <coughs> 何が <coughs> 辛いかってこれちょろちょろしか出てこないので鼻詰まってるから息止めなきゃいけなくて息止めてこのちょろちょろ出てくるやつを一生懸命飲むっていう部分の方が辛かったけどいけましたはい全部はい全部飲みきりました ので、えー、これでもうね爆売れ間違いなしポッカレモン100美味しかったはいあ,あちょっと涙出てきたはい、えー、成人男性の皆さんお酒飲みの皆さん、えー、クエン酸は進んで取りましょう、えー、クエン酸 1000mg はレモン汁大さじ1約 15g で 1000mg です1日3000摂るのが理想です。 十五ミリリットルこれをですね、1日飲むというのがですね、皆さん非常にご健康によろしいかと思います120しか入っていませんのでこれで約3日分です、はいえー。というわけでよろしくお願いします。